萩焼の伝統を受け継ぎながらも、鬼萩など、斬新で卓越した感覚を駆使し、茶陶の世界に新風をもたらし、日本伝統工芸史上初の兄弟人間国宝となる快挙を成し遂げた11代三輪九節氏。これぞ茶陶九節といった温かみのある釉薬に優しい景致。釉薬と火色が織りなす景色。茶の湯に浸る至福のひとときを主客と共に楽しむことのできる茶碗です。